にゃ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 でっかこれ。どうも猫ひろしです。見てください、これ猫ひろしさんと一緒に桜島を走ろう100周年。何の100周年かというと、見てください、鹿児島高等学校さんの100周年の長距離走大会に、ウィズ猫ひろしさんと、ってことは、猫ひろし、外国人ゲストとして呼ばれました。100周年ということで、男子の生徒は10キロ、女子の生徒が5キロ。で、僕もあの10キロ、皆さんと走らせてもらうんですけども、桜島初めて来て、コース見たら結構アップダウン多いんで、で、陸上部の方は大体30分ぐらいで、結構早い生徒多いらしいんですよ。そこにね、ちょっと一矢報えるような。で、あと、やっぱり100周年で保護者の方とか、沿道の方もいるみたいなんで、で、生徒ともすれ違うんで、そこで100周年のいい思い出になるような走りを頑張って、あと、自分の目標としては、そうですね、34分で帰ってこれるのに頑張りたいと思います。にゃーで、今日桜島ということで、今日マラソン大会なんですけども、安定の、ちょっと、マネージャー、なんすか、いや、これ、川口ってこれ、どういうことなんですか、これ。頑張ります。頭気をつけてください。今日ね、ちょっと結構あの、コースも厳しいんですけど、結構ね、日が出てきて暑いんで、今日、あ、校長先生、須田校長先生、今日、なんと先生代表で、校長先生自ら、10キロ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は100周年ですけども、はい、どういう走りを。そうですね、女子と一緒にスタートして、はい、できればですね、全員にこう一言声をかけられるぐらいの感じで、はい、行きたいなと思います。いや、俺も負けてられないですよ。みんなニャーニャー言って。ニャーニャー言ってほしいですね。頑張ります。頑張りましょう。お願いします。お互い、救護室にお世話にならないように。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。せーの、ニャー。あれ、どうぞ、スタートまだですか。もう、はい、結構、はい、20分、30分ぐらいもう経ってますね。そう、あの、やっぱりね、これ学校ですから、ちょっと人数がね、確認で、ちょっと、まあ、足りないらしいんですよね。だからちょっとね、スタートが22分ぐらい、ちょっとね、まあでも集団行動です。それはしょうがないですよね。ちょっとね、一瞬ね、カンボジアかって突っ込みたくなったんですけど、ね、あ、先生。これはどういったあれなんですか。出走の人数が、そうですね。これ、でも集団行動ですからね。そうです。はい。あの、人数をしっかり合わせて。はい。出走前と出走後に漏れがないか。そうです。それはね、やっぱりチェックをちゃんとしてるところ。保護者からね、生徒預かってるんです、ね。そうです。それはそうです、はい。カンボジアみたいに偉い人が遅れたからスタートが遅くなったとか、早くなったとかではないっていう。なるほど。はい。そうです。先生、ちなみにあの陸上部は今度はね、今日何人ぐらいいるんですか。1年生、2年生がいるから。2年生で500人。500人ですね。その中陸上部はどこら辺にいるんですか。今この整列はクラスごとに並んでますので点在してると思います。あ、そうなんだ。でもなんか靴が、はい、靴がカラフルな人たちが、シューズは運動部で、運動部。あ、見てください、僕もこれ気合入ってるからガチじゃないかって感じ。頑張ります。まあなんか行くみたいなんで、はい、よし、お願いします。あそこの大丈夫。はい、じゃあもう1分のスタートに行きます。男子1分のスタートに行きます。各所準備お願いします。1分のスタートです。はい、スタート。はい、スタート。10秒前。フライング中に5秒前。4、3、2。はい、スタート。気をつけて。Yeah!
解です。何年生？ 2 年。うちのエースです。全然追いつかなかった。何分？30分50。おお、1分差だったな。早いな。早い。お疲れ様。お疲れ様でした。お疲れ様でした。イエーイ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 。お疲れ様。疲れた。身長が1年1組猫先生。イエーイ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 。
お疲れ。去年1年生の時、冬に走ったの30分40秒。いや、もうじゃあ出るよ。頑張ってね。応援してます。素晴らしい。ありがとうございました。行きます。ありがとうね。YouTube、ちょっとやった。うん、ちょっと。大丈夫です。ありがとう。行きました。お疲れ様でした。すごいですね。早くて、もうみんなびっくりしてます。いや、お疲れ様でした。先生と全力で結構あの高校生のみんながすごい元気よくて、あと保護者の方もね見守ってくれて楽しかったんで、全力で応えて全力でガチで走りました。その結果2位になりました。無駄なげないとかいけないんですよ。一生懸命走ってるね。でも鹿児島高校なら相当選手がいいと思うんですよね。僕その中で小さいおじさんが一生懸命走ってるところを背中で見てくれたと思うんですよね。背中をね、それでまたみんなに元気感じ取ってもらえたかなと思っております。終わった後もみんなすっごいハイタッチとかしてくれて、もうあの逆に本当に力もらいました。桜島初めて走ったんですけど、あと走って、まあ、10キロね、約10キロ走って、天気も良かったし、走ってたら海岸沿い走って海もパーッと見えたし、景色良くて、まあ、アップダウンも多少あったけどすごい気持ちよく走りました。残念だったのはね、時間がなくて長渕のモニュメントなんですけど、またね、桜島マラソンっていうのもあるらしいんで、こちらの方もね、いつか走ってみたいな、そういう風に感じさせる10キロマラソンでした。またこれからも頑張りたいと思います。引き続きね、呼んでもらえるように実際も走れる体もね、自分も鍛えて頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。鹿児島高校の一緒に走った生徒の皆さん、それから応援してくれた保護者の皆さん、そしてね、10キロ一緒に走って校長先生、それから応援してくれたスタッフもやってくれた先生の皆さん、本当にお疲れ様でした。卒業生の皆さん、お疲れ様でした。またこれからも頑張りますので、よろしくお願いいたします。で、ね、生徒のみんなもね、チャンネル猫ひろし登録してくれるんだから、今日1年生、2年生、ね、生徒の保護者の皆さんもいるんで、多分600人ぐらい、これフォロワー増えたと思うんだね。これ増えなかったら大変なことですからね、これ。チャンネル登録、いいねボタン、コメントもよろしくお願いいたします。また会いましょう。鹿児島最高、にゃーにゃ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 に